沼影市民プール沼影市民プールは埼玉県埼玉市南区沼影にある市営のプール施設である。略称は沼プール。施設全体が沼影公園として都市公園に指定されている。公営プールではあるが、全長260メートルの流水プールをはじめ、スパイラルスライダーや50メートルプールなどもあり、夏季は利用客が非常に多く、毎年十数万人の利用者がおり、 混雑している。埼玉市営のプールの中でも特に人気があるプール施設となっている。駐車場は130台分用意されている。陶器はアイススケート場として1800平方メートルのリンクが開放され、陶器も利用者数は多い。南区魅力発見カルタの絵札にもなっている。旧浦和市時代に海の内市にプールがあればという市民の要望が強く、 それに応えるため1971年7月に最初の浦和市営プールとして浦和市営のマカ市民プールが完成した。現在の埼玉市域の市営プールの中では最古のプールでもある。1981年4月には屋内プールが開設され、1990年12月からは50メートルプールを利用してアイススケート場が開設されている。 その後埼玉市成立とともに埼玉市へ沼影市民プールとなった。2028年度までに沼影小学校と浦和大里小学校に内谷中学校の3校を統合再編して設置される武蔵浦和学園義務教育学校の後期課程の校舎を当地に設置するため現在の沼影小学校の敷地へ移転となる。ありがとうございます。